先行46高校セシアでいきます。さあいきますよ、エキシビション第1弾、DJ 表へレディーファイ。渋谷ファミリーここでウェイクアップ、2回目負けるわけにはいかねえな。ああ、ここでスキルも結果に刺すだけの話だぜ。今ちゃんとスキルを見せたためな、今かけたもんがこのマイクフォンにある。うん、セシア、この輪つなげる千葉と前川神奈川のエリア。2回目負けたことばっか気にしてるから前に進めねえ。私は壁なわけじゃねえけど、お前は一生超えられねえ。だって毎回スキルの話、実が一つもねえじゃんか。スキルの見せびらかしか、この輪はちげえ。自分の思い伝える、やっぱり前面だから浅はかなディスは絶対したくねえ。だけどもゲストバトラーバックレル、それはどういうことなんかね。ああ、そういうところ、お前の正した方がいいところ、それを教えるのが前面の役目。この場所スキルで変えていく革命。あの後話はつけた、その後イベントも打った、自分で筋通したことはした。それ以外なんか文句あっか。お前自分でバックれた後自分のイベント打てるか。お前以上にすげえことやってる、行動力あんのはこっちの方だろ。いや、行動力確かにあるけど、お前はちゃんと若い中でスキルを伸ばした結果の、そのお前のやり方はちゃんとリスペクト。うん、それは間違いない。スパッと決めてくようなスキルあるぜ。スレイブ、つまり皇帝と奴隷、お前が負けるのは当然のようで。みんな社会の奴隷だぜ、お前もそのうちの一人だろ。スキルの見せびらかい、見せびらや、見せび、見せびらかし会じゃねえんだよ。自分の思いを伝えろって何回も言ってんだろ、お前も買われた奴隷。終了。さあ、それではジャッジに参りたいと思います。先行46、高校セシア、勝者46。次 SI 対クレイ。はい、じゃあ SI とクレイさんはステージにお願いします。